ようやっと気づいてくれたな、あんちゃん。いい加減待ちくたびれた10年。わしゃ、オートセーブ担当のもんや、10年。あかんな。毎日自分のためにオートセーブしてやっとるっちゅうに。冷たいな、自分。こんなら別に詫びに込んでもよかったかもな。いや、実はな、わしこうしてオートセーブの仕事やらしてもらっとるやんか。がどこがわからんのや。小学生でもわかるっちゅうねん。やん、せやからな、こう出るやん、右下んとこにオートセーブしましたみたいな良さげなもんがな。はあ、もうええわ、話通じる気せえへん。住んどる国違うわ、自分。とにかくオートセーブな。告白するけどな、実は何度かなサボってもうてな。まあ表示は普通にセーブしましたって出とった思うんやけど、実際は全くセーブしとらんかったんやな。こりゃ大事や。もしロードしとったらだいぶ前まで戻されたっちゅうこっちゃ。何日も前に戻されたらどえらいこっちゃ。訴えられても文句言えへん。でもな、しゃあないねん。どうしてもな、毎日完璧ってわけにはいかん。それが人間ちゅうもんや。ま、幸い今回はそうトラブルも起こらんかった。結果オーライや。だとしてもな、わしとしても筋だけは通しておこう思てな、こうしてまかり越した次第や。本当に悪かった。おー、理解してくれてよかったわ。ビューティフルやわ。あ、普段は真面目に働いとんねんで、たまにそういうことがあるっちゅう話で、そこ勘違いしたらあかんよ。あのな、これ忠告なんやけど、オートセーブ言うてもな、所詮は人力やさかい。裏でわしがタイムカードみたいなもん押して記憶しとって面倒なんやな、これが。だからあんま頼らんで自力でな。わかるやろ、手動のやつあるやろ、あれでな、自衛してくれるとええ思うわ。ウィンウィンの関係やわ、それが。いやいや、別に楽はしとらんっちゅうねん。ただこの年になるとな、いろいろ大変でな。自分若いさかいわからんやろうけどな。あ、そうそう、なんや、変なのが来とったんで追っ払っといたわ。なんやろあれ、わからん、初めて見たわ。なんや、ヒラヒラしとった。どないやちゅうねん、不思議なことばっかや。ほんじゃ毎度。
あなたと地域をつなぐ旬のライフマガジン月刊テラ編集部の安西です。そこまで大げさなものではないよ。ただ始めたばかりだし、何かアドバイスできることはないかと思ってね。研修って言ったら大げさだけど。ん？うちのライターさんはみんな手なりでやってるようだから、プロの技ってのは特にないはずだけど、大体はこんな感じかな。という感じかな。君が面白いと思えればネタは何だっていいんだ。編集部のサーバーにアクセスしてごらん。ウェブ版テラの原稿が置いてあるから参考になると思うよ。いいと思うよ。最近はユーマとか熱いよね。そういうの好き？いいよいいよ。興味のあることを面白がって調べることが大切なんだ。うちのテーマはね、いい年こいて自由研究。うん、頑張ってみて。
捕まれボーイ。危ないところだったな。俺はさすらいの男さ。いつもさすらっている。お袋さんを悲しませるんじゃないぜ。あばよ。まだ何か？オーケー。あわよボーイ。喋っていない。お年玉でポケモン買うんだぜ。私じゃない。喋れない。情報だ。猫は喋れない。うん、にゃー、うん、にゃー、もえー、一体何の意味があったんだ。取引で株価が。
Thank you.
おっとすまねえ。ハロー若造、どうしたんでこんなとこでよ。あ、何警戒してんだタグよ。最近はてめえみてえな若造の方がよっぽど危険だっての。よっしゃ、来店第1回目だ。わしの屋台でラーメンでも食ってけや。遠慮すんな若造。おう、訳ありの若造、一匹追加だ。お、なんでそいつは。たった一人でこんなとこまで旅をしてくる勇者様よ。そいつはすげえ。兄ちゃん、一緒に一杯やってけ。その小僧、なんで顔見知りかい。いや、待ってな、今メンラーの一杯でも作ってやっからよ。ほらどけ、ご苦労だったな。たく、ゲンさんは人使いが荒いんだから。おう、その辺かけな。どうしたよ、話せることなら相談してみな。こんな時間に一人でうろつくなんざ、なんか訳ありだろ。あ、言いたくなきゃ言わんでいい。ただよ、喋っちまえば楽になることもあるだろうよ。なんだ、幽霊だ。魔物かもな。いや、いつ見たのかね。それをだ、最近か。なんだ、どこに出やがった。俺らが討伐してやるよ。魔物相手なら俺らプロみたいなもんさ。さあ、どこだ。沈まれ。君、所属は？なるほどな。あれはゲームの話だ。我々はゲームをたしなむ。特にネットゲームを得意とする。
我々は没頭するあまりしばしばゲームと現実を混同してしまうのだ。我々は魔物を狩る者、いわばプロだ。相談に乗ってやろう。幽霊のことはよく知らないが、もし本当にそのようなものに遭遇したなら、近づかないことをお勧めする。遭遇するとしたら、廃墟や墓地だ。面白半分にそのような場所に足を踏み入れた若者が呪い殺されるのは映画ではよくあることだ。心当たりはあるかね？ならば今後は慎むことだ。平穏な生活のため。この土地に未確認の動物が多数存在するという話は聞いたことがある。我々が以前警備の仕事に携わっていた頃にもそうした未知の動物に襲われて怪我をした人間がいたもんだ。おい、俺たちはそこの OB でな。今は引退しそれぞれの人生を生きているがね。何十年も前、まだもっと小さな市だった頃から見てきた。昔はこのような先進的な都市ではなかったのだよ。そんなにゲームの武勇伝が聞きたいか？主席で無粋なことを言ってくれるな。今夜はやめておけ。だがもし本当に知りたいと言うならまた私を訪ねてくるといい。ここにもたまに寄る。江坂は来てないかと言づてをもらえれば何か相談に乗ろう。私の情報はどんな攻略本よりも実践的だぞ。お嬢も来てたか。よっ。まっ、若いうちは大いに悩むことや。こった？ああ、へこった。お嬢。知り合いかね？おお、じゃあお前ちょっと席変わってやるや。
よ、しょうがねえやな。こんなところでコタロウに会えるなんて。してしまうところだった。ラブラブじゃねえか。いてててて、冗談だよ、お嬢。そんなとこだな。ケイさんはよくメンラーをおごってくれる。若いってのはよ。やっとるにゃ。勝りに来たぜ。こいつは土産だ。おう、よし、これじゃせめえな。おい、その辺にテーブル広げろや。はいさ。だからよ、俺はそこで言ってやったのよ。はっ、クソでも垂れてろ、いまいましい野郎との意であります。てな。ほう、あの鉄面ピニか。ゲンさん昔は無敵だったからな。サンマうまサンマ缶はつまみにも持ってこいだな。お酒は飲まない。あと何年だ。まああっちゅう間よ。しずる君はいい女性になりそうだ。源氏か。おっと、それほど気の長い話でもないだろう。じゃあ俺も予約入れとくか。わしもまだまだ現役じゃぞい。だいたい旦那はすでに枯れちまってるんじゃねえか。どうかな。おっと、自信満々だな旦那。なに、若い者には負ける。一番、少年たちの熱い夏歌います。引っ込めばあろう。しょうがないの。ではわしもデュエットしようかの。誰も期待してねえ。若い二人はまだまだ食い気か。よし、おっさん腕に寄りかけてもっと作っちゃうぞ。北京ダック希望。フカヒレスープ、ビーフストロガノフなど。残念だが材料がねえ。エビの酒蒸しでも作るか。エビ酒、もう一生言っとくか。ふむ、私もジャック・ダニエルでも開けるとしよう。俺たちの夏が終わった。
ほうるせえ下手だろじいさん、いい加減自覚しろよ。わしは歌わんと死ぬんじゃ。じいちゃんはおとなしいから。ファイヤー、イエーイ、ゲンさん最高。疲れたか。メンダーで吹っ飛ぶ。ん？メンダー。同じものなのか。だが、ラーメンとゲンナジーのメンダーは全然違う。そうなのか。コンビニでよく食べる。着いた。じゃあ、うちまで。Thank you.
よし、じゃあここを…この花。はい。Okay, shake it now, baby, now. いつもなんですか? Shake it now. いえ、すみません。ちょっとよくわかりません。Baby, now?じいちゃんも、シェイキーノーベイビーノー? どうしたらいいんですか? うん、仕方ないね、メイン。修行してきます。責任。いえ、なぜ私が人をもてなす真似をしなければならないの?とってもおいしい。そう、よかったわ。で、どなたです?私、学食で見たことある。コタロウ。勧誘してんだ。しずるです。タキオン・ケイダー・カノン。コトリです。2年生。コトリさん2年生。おお。なんか、コトリさんって呼び名を年下からされるの?むずがゆい。コトリ先輩。むずい、かゆい。慣れてないのだよ。ごめんね。コトリ、的確な呼び名だね。コタロウくんも呼び捨てじゃなかった？一緒一緒。こちらはちーちゃん先輩。ちー先輩。
しい？何でもいいですけどね。今後ともよろしくお願いいたします。うん、よろしくお願いします。よろしくです。なんか身内以外が増えると一気に部活っぽくなった。いいことね。慣れ合いをすることも烏合の衆となることも私は良しとしない。天王寺、問題となるかはお前の手腕次第だわ。彼が主催する部活に参加中だ。なぜ？なぜ？私、今、彼にぞっこんなの。食べられちゃいたいくらいだわ。あたいも売れ売れで食べ頃なのよ。うふん。切れた。誰からだったんです？ルチア。ルチアってこの花、ルチアさん？冗談なら冗談と言う前に切れてしまった。元はといえばお前が変な冗談を言うからだ。いや、冗談では済まない悪質さだった。あたいも売れ売れなのよ。うふーん。ルチアは反省すべきかもしれない。いじめっ子、かっこ悪い。だがコタロウはコタロウで、相手を見ずに冗談を言ったことを反省すべきだ。両成敗。私も反省だ。なんか大人っぽいですね。
売れ売れなのよ。うん。うん。しかし、なんだここは。学校にこんな場所があったのか。ようこそジプシー、我が神秘の空間へ。神秘の空間？パリポリ、おいしいですね。コリコリコリ、せんべいを食べる音が響いているが、ここが本当に神秘の空間でいいのか。つまらないわね。私の知的考察空間がのんびりアホっ子どもに汚染されていく気分。一体何の集まりなんだ。天王寺が何か校内を探って回っていたのは知っているが、オカルト？なるほど、大体の概要は把握したが、なぜしずるが。お手伝いだ。なぜお前なんかがしずると。うん、いろいろある。それと胸のため。何？それと胸のため。私の胸を触るのよね。あなたのシナジーには含まれていたかと思うのよ。まだそんなことを。天王寺コタロ、みだらな行為をうんぬんという話もあったわね。コタロ、残念だが、私は触らせて喜ばれるような胸は持っていない。貴様、しずるにまで。覚悟はいいな。この拳でだ！いい飛びっぷりでしたね。というわけだ。こんな最低男の主催する集まりなんかにしずるが参加する意味はどこにもない。どちらって構うものか。とにかく帰ろうしずる。コタロウはル
チアが言うほど最低でもないと思う。何を突然、こんな欲丸出しの男に。年頃の男の子がおっぱいに興味を持つのは当然ではないのか。ましてや触ってみたいと思うのは当然ではないのか。そしてそうは思っているかもしれないが、小太郎は直接行動に移す男ではない。そんなことを言われても男子の気持ちなんか理解できないし、理解したくもない。そこを容認したら私のような人間が不快な気分に陥るだろう。そこはどうなんだ。うん、ルチアは不快か。不快も何も、人の胸を見てどうこう言われるのは嫌に決まっているだろう。はあ、大きいから何だと言うんだ。男子がそんなことを話しているのは不快で仕方ない。それを置いておいても私が一度引き受けたことだ。途中で投げ出したくはない。いいだろう、分かった。しずるがなぜこの男の肩を持つような真似をするのか理解できない。そういうことなら私はしずるに変な虫がつかないように監視する義務と権利がある。義務はないのでは。義務感はあるんだ。天王寺小太郎、私もこの集まりに参加させてもらうぞ。いいな。勘違いするな、お前のためじゃない、しずるのためだ。テンプレートツンデレライバルキャラ発言。ということで一つ、なんかよくわからないですが、ご加減活動に参加するんです。そういうことだ、よろしく頼む。天王寺、攻撃力が必要な活動をすることになるのかしら。楽しみだわ。で、なんだ？今日はこれから何かをするのか？話長くなっちゃってたから時間あんまりないかもですよ。じいちゃん、食べすぎ。はい、そうです。補充しておくように。